おはようございます。2020年4月21日今現在5時半頃ですね。今日は非常に雲の多い天気です。よろずやアネックスの7階からの景色です。この正面に見えるのは箱山って言うんですけど、その後ろに本当なら雪の山が見えるはずですが、今日は全く見えません。この辺り飯綱山とか見えるはずなんですけどね。ただ川沿い、これアップしてみますと桜がちょうど満開を迎えてますね。いい散歩道ですよ、ここは。この山のふもとは全部ちょっとグリーンっぽいのはみんなリンゴ畑ですね。扇状地にリンゴ畑が広がってます。今この山の正面のへこんでるところの向こう側に本来なら槍ヶ岳が見えます。全部リンゴ畑です。標高が600メートルから700メートルですね。この白い建物の向こう側も全部リンゴ畑ですね。雲が非常に低く垂れ込んでまして、まさに空と地上の境目の間にリンゴ畑があるっていう感じですね。この正面のリンゴ畑は佐野地区といって、非常に品質の高いリンゴが取れるところです。雲が非常に低いですね。噴煙が出てますが、これは温泉の噴煙です。こんな感じで非常に今日は雲の多い天気です。はい、ありがとうございました。